牛丼ってたまに食べたくなるよな。店に食べに行くのも良いが、俺は断然自分で作る派だ。調味料はみりんと醤油、それに粉末の出汁を少々。柔らかく煮込んだ牛肉に絡みつく、あの甘じょっぱいタレがたまらないんだな。でも俺はもう牛丼を食べることは二度とないだろう。なぜかって。聞いちまったからだよ。牛丼の声を。昨日のことだ。 俺は久しぶりに牛丼が食べたくなって自分で作ったんだ。いざ出来上がって食べようとしたらさ、喋り出したんだよ。牛丼が。牛丼というより、牛、かな。どんな気分だえ、何が物も言わぬ、罪なき生き物を殺して食べるのはどんな気分かって、聞いているんだよ。そんなこと言ったって、何か食わなきゃ生きていけないだろ。 その何かっていうのは俺たちじゃなきゃいけないのか。お前たち人間は雑食だ。何を食ったって生きていけるだろう。何とか言えよ人間。俺は何も言い返すことができなかった。しばらく黙り込んでいると、最後にそいつは言った。いつか、この地球にお前たち人間を捕食する動物が現れる。 その時にお前たちは初めて気づくだろう。家畜化され、家族だと思っていた奴らに殺されて食べられる我々の気持ちがな。その後はもう何も聞こえてこなかったが、俺はとてもじゃないがその牛丼を食べる気にはなれなかった。というより、怖すぎだろ。何なんだよ一体。俺は今後ベジタリアンとして生きていくとともに、いつか現れるという、 俺たち人間を捕食する動物のことを世に伝えていこうと心に決めた。